しありがとうございます。なんか気が違う。あ、お前天才かよ。これがいってる。よっしゃー、来て来て、入れ入れ入れ。これどうする、これは持って帰る。これは持って帰る。どうする、どうする。破壊したんだよ、なんて。ちょっと、はめてこい、はめてこい。よしよしよし、さあ、よし、では入っていく。おー、なんか、え、すごい。なにこれ。いや、すごい。なにこれ、どなたかが作ってくれたのかな。ね、あ、トロフィーや。トロフィー、え、こんなトロフィーあんだ。なんで知らんねん。なんだもん、知らん、入ってるでしょ。もらったことすら知らなかった。すごいね、すごいや、ま、漫才大会で優勝したみたいな。確かに。おい、電気つけっぱなしだぞ。おお、なにこれ、チャラチャラ。ちょっといつかけんの。いつかけんの。何の時。こうやってお待たせいたしました。すんのかな。これ何だこれ。わかるわかる。ああ、このまんまいったよ。うん。わかるよ。わかるよ。わかるよ。じゃあまずは飲み物いただこう。で、リプトン。わあ。ピーチ味。ピーチ味。かわいい。高校生がよく飲んでる。懐かしい。懐かしいな。ストローさしてな。な。ナムルね。もやしナムル。こんにゃく。珍しい。あ、お、明太子だ。でか明太子。うわ、うまそう。うまそう。えらいね、お母ちゃん。ちゃんとカメラ持っててさ。一素材。一素材ずつ置いてる。これ行こう。100% みかん。いただきます。ガッツリ。いただける分だけいただいて。だいぶなかった。チオス。うまっ。うまっ。うまい。ありがたいですね。うん。リオさん、マジでありがとうございます。ありがとうございます。米炊いてるのか。え、そう、やってる。いやいや、うわぁ、え、雪入ってる。雪入ってる。わ、雪入ってる。雪積もってる。冬に炊いた米や。極寒の中炊いたんだろうな、多分。極寒の中炊いた米や。綺麗やな、なんか。そう、雪。なんかね、ね、嬉しいよ。嬉しい。なんか、なんかこう芸術を見せられたね。アートでした、アートでした、うん、なんかこれも不安になってきて。大丈夫大丈夫、賞味期限大丈夫、うん、確かにリプトンの賞味期限ちょっと、うん、え、嘘、やってるやん。やってるやん。まあでも賞味期限やな。まああの商品には問題ないの、うん、1ヶ月、まあ忙しかったから。確かに、いや、てかあるあるだよね、なんか、うん、切れる、賞味期限結構すぐ切れるから。そう、すぐ切れんだよ。うん、違う。はい、まあ、リオちゃんが帰ってくるまで、はい、あと1時間ぐらい。はい、リオちゃんは事務所に呼び出してもらってる。そこで私たちはその時間を使って壁に同化していく。壁に同化していく。うん、壁に同化していく。壁に同化していく。はい、うん、それ以上でもそれ以下でもない。もう壁に同化していく。同化していく。同化していく。まあ、壁になるにあたって、この家の壁紙は白だろ。ということで、全身を白タイツに身を包んでいく。めちゃくちゃ頭いいやん。
じゃあ、開けよ。うん、すごい。これだって一緒一緒やすごい。まあ、ちょっとこの白タイツのちょっと注意事項としては、はい、おっ、チンチンとかちょっと見えちゃったりすると気まずいだろ。気まずい、うん、だからすごく気まずい。トラックス、あーこれも壁紙色、これでおちんちんが見えないおちんちんがこれで完全に隠れます。そう、完全に隠れる。だから視聴者の方も気まずくはならないというシステムになっている。すごー、賢っ。めちゃくちゃ頭いいですはい、まあ、かれこれ壁やって3年かな。わあ、早っ、3年でこんなにホープですね。はい、期待の壁界の、ね、なんか神社の壁も任されてる。なんかすごっ、はい、神社も行けんすかも、はい、五重の塔とかは。あ、五重の塔はちょっとまだ壁崎さんがやったかな。壁崎さん、声が、あー、もう壁をやるために生まれてきてるじゃん。そうです、壁崎。うん、壁崎さんなんかもう34年。壁崎さん34年。そうそうそう、僕そんな壁界あんま詳しくないですけど。いや、まあ大丈夫、今日は、まあ、トライアルというか体験みたいな感じで、真壁さんはね、もうちょっと名前出すのちょっとおこがましいんだけど、やっぱそうですよね。代々だって壁界を知らなくても入ってきてますよ、うん、そうでしょう。よし、こっちの準備またな。あ、すごっ、うまっ。まあ3年やってるから、もう私のレベルまで来るぞ。ほら、どうだ、すごっ。今私がどこにいるか、どこどこにいるか分かるか。いや、ほんまにわかんないです。なんか声は聞こえてます。そうだろ。はい、実はここにいたんだよ。次にやっていくのが、まあ、これだと顔が出てる、うん、顔も壁にしていかなきゃいけないので、うん、これを使う。え、むちゃくちゃ賢い。シンバ、というわけで、はい、まあこれで壁になる準備はできた、はい、素人が壁になろうとすると、はい、やっぱりバレる。だからここで少しだけ訓練をしておく。はい、よし、ついてこい。はい、確かにそうや。こういう時は、あーすごい、あ、ほんまや、すごい、完全にな、わかんないだろ。わからん。あ、すごい、うん、冷蔵庫なのに、そう、壁じゃないのに隠れてる。そう、冷蔵庫だっていける、3年目になればな。すごい、よし、なかなか難しい冷蔵庫、守りやまあ私ぐらいになると、うん、すげえ、うわ、コンボや壁コンボや、すげえ、全部わからんかった。お、上達してきた。訓練は OK。 はい、カメラを設置していくか。はい、ごめん、ね、お家で編集してるよ。あ、そうなの。うん、なんかさ、ご飯でも食べに行く。あ、食べよう。え、行こうよ。今さ、チャリでさ、事務所行ってるからさ。うん、じゃあそっち向かってもいい。あ、そしたらちょっとうち一旦郵便局行かない？うん、
かなきゃいけないから、ちょっと家で待ってて。うん、そんで家で、ありがとう、チャリで行くわ、リオン家に。うん、ちょっとゆっくり来て。オッケーオッケー。もう帰るの？うん、何時でもいい。うん、もう今ね、帰ってる、出るところ。あ、ほんと？オッケーオッケー。うん、じゃあ、急がなくていいよ。わかった、ありがとう。じゃあね。はいはい、じゃあ、うん、また後でね。はーい、はーい。やばいやばい、やばい、カメラセットしなければ。ほんまに全然気づいてないな。全然気づいてない。わ、このカメラ通したらマジでお母ちゃんどこに行くかも。嘘、マジわかんない。これ成功するんじゃん。これ成功するぞ。1時間ぐらいバレないんじゃない。いや、あるぞ。そのまま夜なるぞ。よし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 、待ってな待ってな。嘘でしょ。何？ちょっと靴ついてない。まだ気づいてないです。大丈夫大丈夫大丈夫。信じろ信じろ。まだ気づいてないわ。一旦閉めるか。一旦閉める。気づいてない。気づきそう。気づきそう。マジで危なかった。あ、気づいてない。開けるよ開けて。わーって驚かしてね。郵便局行くから待ってても大丈夫。ちょっとくつろいといてもらおうか。ちょっとくつろいといてもらおうか。お願いします。ちょっとお願いします。見える、大丈夫か。そして行くのよかった。お、うん、来ないけど一応ね掃除しと
今日誰か来る気もするし。最近なんかその何だよな、怪奇現象みたいな激しいと思う。家が汚いからなんだ。寄ってくる悪いものが家が汚いとね。もう見えちゃいけないものが見えたりするの。ねえ、アホすぎる。靴でバレちゃった。いっぱいになったのに。いや、にしてもあれだな。暑いな。もうそれ見えちゃってんだけどね。鏡とか。全体的にね。
え、いつ気づいた？え、今。いや、すげえ。すげえ。今気づいた、マジで。やったやったドッキリ大成功大成功マジかよ。すげえ。壁に同化して、うん、どのぐらいバレないのか選手権。そう。やってました。はあ、マジでわかんないもんだ、ね。いや、そう、結構攻めたもんね。全然わかんなかったし。え、どこにいた？壁？え、もう至る。いろんなところに移動してた。うん、そうなの？うん。一個も気づいてなかった。冷蔵庫の時とか。え、嘘、冷蔵庫の前もいたの？いた。岡ちゃん触りかけてたよね。ガチ、うち？うん。センスあるね。いや、これすごかった。わかんないでしょ。アホか。アホか。靴しまえだったらね、マジでさえ、これ何ミス、これはミス、この鍵を閉めたかどうかの確認は5回ぐらいしたのに、ここゼロです。まあね、いい経験になってる。まあね、勉強になりました。まあ壁の世界っていうのはね、こんだけ奥深いってことですよ。いや、深かった。壁の世界でやってて、壁になる、同化するっていう。一応私はプロでやらせてもらってたんですけど。あ、そうなんですか。今日はトライアルで。あ、そう、壁、体験、体験だったんですけど。体験入部してたんですけど。そうそうそう。まあこういうベテランの方でも、そう、ちょっとミスることもあるっていうね。初心はするべからず。で、入部するんですか？いや、これほんま、成功してたらしてないですけど、失敗したから悔しいんで、入部します。顔やべえよ。ありがとうございました。待て、ありがとうございました。また。また。チャレンジします。はい。すいません。あ